ミートピア。一つ飛び級して5番街。4番街はですね、ちょっとめんどくさいんで、ちょっと5番街からいきますね。なんで一つ飛び級したの今。なんで一つ飛び級させたのか。まあそれは雑魚的にあるんですけど。犬の、まあケルベロスですね。昔なんかピコ太郎あたりが取り付いてたのを覚えてます。まあこいつもさほど強くはないですよね。うん。なんだったらさっきのクエストのオロチとか死神の方がよっぽど強いです。とりあえず死神の方が強いってことだけは覚えていただければ。下手なボスよりは死神の方が強いかなと。ラスボスに続いて難しいのは何って死神だと思います。ああじゃあまあ、基本的にはこれでいいかな。氷。ああ、なるほど。ちょっと食らうね。リリア悪夢か。じゃあ順番に下げます。お、エリちゃんの行動。エリちゃんが、ね、ロアちゃん引っ込んでエリちゃんがインしました。あ、違う。これはもう基本テクニックをね、生かす戦いにね。これ多分恐怖の塔でね、このやり方はね、クソほど使うと思います。まあ、硬直すると思うんですけど、そのうち。恐怖の塔はその使用上、この安全地帯をかなりケチって使う。なんか、何かな、振りかけをいかにケチるかみたいなのがあります。正直。そういうレベルなんでね。おー、なるほどね。7! これ、エリちゃんだ、あれでしょ、カウンターローか。よし、オッケー。もう、ここまで来るとね、安定するレベルですね。まあ、回復、いや、いいわ。エリちゃんに回復するのは俺怖い。こいつに回復行動を通るのが怖いから、俺でいいわ。生地性格が、性格だからね。回復行動を取りづらいんだよな。必要なら自分でバナナ食え。てか死んだら俺蘇生するし、いいわ。なんだその扱いと。お、これ最高の打点でね。最高バカ切り。うわ、強っ。いっぱい出る。頑固!11。硬えな。あら、残念。まあ。あ、大丈夫?あ、エリちゃん。やめ。ダンシングアロー。いや、ボスには効かないんですよ、それさすがに。さすがにダンシングアロー、ボスにはダメなんですよ。さあ、カーブいけないの。おかしくなった仲間扱いだから多分ダメだわ。はい、じゃあ下げようね。おとなしく下げまーす。はい、じゃあ馬で騎乗攻撃しまーす。あ、なんだったらこれ終わるかもしんない。これとリリア様で終わるわ多分。リリア様メガファイヤー。うん、やっぱり俺は思う。うん、死神が強すぎたんだ。大体こんなんだよ。ミスタークイズマンアブさんが旅人の町にやってきました。定期的にね、クイズのね、これ、ね、連戦をすることになります。はい。というわけでね、この人のお願いを考えましょう。お願い考えてどうすんだ。はい。というわけでね、ミスターアブさんのお願いをするとですね、このダンジョンは一本道です。戦闘はないですね。はい。で、何をするかっていうと、いつもアブさんが来ると、ちょっと待ったって言ってクイズ出すじゃないですか。それが3回あります。なぜ今回撮ってるかって言いますと、3回もやるんですよ。多分ね、そろそろ、超難問クイズが見れると思うんですけど、これは見れないな。チラ見せクイズは多分、僕分かってるんですよね。どうなるか。まあ、このあたりはパパッといきましょう。メイクとかウィッグが反転されてる以上は、簡単に。なんだこいつ誰だうん、なんだこいつ林修って言うね。超難問来てくれ、超難問。俺が見たいのはね、俺が動画にしたいのは、超難問なんだ。さあ、今度こそ。もう動画で収めたいの。あ、来た本物は誰来たよ。これは来てくれる。これは来るわ。本物は誰で、大体出るわ。大体超難問来るわ。あ、来るよ。これ絶対来るわ。さあ皆さん、準備はよろしいですか。超難問が来ますよ。俺も当てれるかどうか分かんないんだよな。てか外してるし、裏で。来たら OK。いきます。さあ。もうこれも結構相当だと思うけどね。メイクやビッグが反映されないんで、元の造形を覚えている必要があるんですね。まあ、あ、このあんなは大丈夫です。はい。元の造形が分かっていれば問題ないです。自分が作ったものは元の造形を覚えてますからね。はい、2問目。さあ、皆さん、問題です。今、ミーの画像をね、ポンと出そうと思うんですけど、はい。ロアはどの人でしょう。はい、長男も。はい、長男も。俺も何かわかん、4分の1!
よし。はい、ということでですね、ようやく出せました。超難問ですこれ。人が作ったミーってやっぱさ、再現すれば再現するほどメイクやウィッグが、メイク？その元の造形が適当になるんですよ。そのなんかね、卵みたいなやつになるんですよね。結構昔の動画でも紹介したような気がするんだけど、メイクやウィッグが反映されずにこのクイズが生地出てしまうせいで、この本物は誰が超難問になります。よく当たったな。3問目それを踏まえた上で3問目は、それは楽勝。元の造形があるもん。そういうことですね。よかった、ようやく見せれた。超難問すぎ。頼むからメイクとウィッグそのままにしてほしいんだけどね。基本的にはリミックスになるはずだね。最後の勝負だ、こちらクイズリミックスだから、急に事前が来ないんで、急にさっきのとんでもない難易度が来る可能性があります。それ怖いんだけど。それ一番危惧してるわ。つうか一応僕の持ってるミニはね、2人ほどいるんだよね。その超難問持ちロアはその1人やね。はい、踊るはね、それは楽勝だわ。配役は自分がしてる以上は楽勝だわ。うん、スパッといきますよ。2、はい。みんなキャラが濃いな、こうして見るとな。うん、キャラ濃いね。エリちゃん、背丈、背丈どっちだ。はい、よし。背丈か。これさ、再現キャラとかさ、そのさっきのメイクウィッグが反映されない状態で背丈だったらもうダメだったわ。マジでダメだったもん。人が作った元のミーの造形なんて覚えてないもん。自分が作ってんならいいんだけどね。確かに超難問だった。これもこれも超難問だな。元の造形を覚えてたからいいけど。いやー、マジでメイクウィッグに頼るとろくなことないな。というわけでね、まあ話を戻しまして、ネオンシティの攻略ね、前回1,2,3,5といきましたんで、今回もね、ネオンシティ進めていこうと思います。まあ雑魚敵のあたりが結構もう肝になってくる部分があるんで、前回みたいな死神がねいっぱい出てくるとね、話が前に進まないので。本当に前に進まないんで、はい。あー、オートになってるわ。あー、旅の疲れで険悪なムード。ちょっと、あー、トップのメンバー2人が争うのやめてほしいな。もうトップメンバー2人争うのはね、もう都合が悪いんだ。ほら見てみな。ほら、始まった。いい格好させない。そうっす。もうほら、早くも始まっちまったよ。もう大喧嘩。もう早くも大喧嘩しない。ひでえな、こりゃ。リーデスマン、それでもリーデスマン、短期で特攻。強いね、リーデスマン。それでもリリアスもやそういう感じで戦えるからね。さあ、4番街オクジェンやっていきました。ちなみに言っときますと、リリア様とね、ティアの仲間の戻ってません。戻らんまま行っちゃったよ。いや、いけると思う。ここは確かそんな強くないはずなんだよな。うん、3DS 版で経験済みですけど、こいつそんな強くないっす。ダゴノード、一発チャイニング打ちます、とりあえず。マイペース。あー、ダメー。チャイニング。カスみてえなダメージ与えたいないか。いい格好させない。いや、俺かい。普通に行くんかい。改めてリーダーの行動。まあそれならいいや。確かね、気を取られるがまずい。マイナスとしては相手が嫌だから気取られるのが一番まずい。エリちゃん、あんなかったですけ。あ、エリちゃんその至近距離で撃とうとするのね。まあでもあんなか照らすけなら大丈夫。風とブレスが問題。全然食らわんわ。あ、全然食らう。大丈夫、全然食らってない。余裕だわ。うん、余裕だわ。うん、全然食らってないやん。だからそんな強くないって言ったね。死神の方がよっぽど強いって言ってるんですよ。だから死神の方が強いって言ってるんですよ、いつも。下手なボスより死神の方が圧倒的に強いから。今バリアですか。ちょっと遅いですね、そのバリア。リリアさんはなんかフレームタワーさっき言ったよね、でも。なんでだ。まあまあまあ、でもこれだったら、あ、いいダメージ出んね。ええじゃん。エリちゃんは技使わないんだね、意外と。ボスには。守りの方に出ちゃうんだね。まあ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 、そんな、なんか弱い扇風機されても困りますわ。キワオール、ギガキワオールしておきます。おお、そっち。僕はね、ケチる方にね、行くんじゃねえかと思って、こっち。ああちょっと
なんだ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 、まだ必要ない、必要だよ、応援必要なんだよ。なに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 、回復行動拒否されたんだけど。てめえ、エリちゃんてめえ、ほらお前一番回復行動必要やんけ。これ撃たれる分にはそんなになんですよね。あ、ちょ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 、あ、まあ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 、改めてね、改めて自分の行動大丈夫かな、大丈夫かなこいつ。こいつ大丈夫かな、最悪バナナ食んちゃうかと思うんやけどな。まあいいや。はい、キュアオール。よし、今回は受け入れたか。怖い怖い、本当に。いい格好させない。多いな。あ、あ、そんなことある。さあ、ネオンシティ6番街。ここは、なんだっけ。あー、めんどくさい2体だったわ。さあ、ネオンシティ6番街は、なんて言った？ネオンシティ6番街は、レプリカ大魔王。まあ、大魔王系統とね、一応なんか氷の女王みたいなのいたじゃないですか。それっすね。この2体が合わさるんで、まあ、さっきのドラゴンなんかよっぽど強いっす。まあ、死神よりは弱いと思います。とりあえず、でもなんか悪夢とかあったよね、君たち。君たち平気で悪夢とかするタイプのモンスターだと思う。ブレイクオー！さあ、とりあえず女王から落としていきたいけど、そうだね、氷使う。いた！結構強いぞ。で、しかもこいつら、2回だよね。22行動が悪夢、寝た、下げる。はい、下げまーす。まあまあまあ。一応確かね、なんか、大魔王がしていた顔取りはないはずなんで、単純にちょっと耐久力が必要な感じになりますからね。さっきのドラゴンよりよっぽりですね。はい。もう一回言いますけど。死神より弱いですね。死神は確定即死なんでね。はい。それを、ね、考えるとね、楽ですよね。てか、ボスでね、即死してきたらびっくりだから、こっちは。あ、これいいの出る。だいぶ出る。多いね。500連のか。ローはタイミング見て出しましょう。はい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 。よーし、また8回こうして、ゴー！うん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 。で、ここの行動を見てから、あー、大丈夫？アンラ。アンラがいっぱいいる。ロア出す。アンラ下げる。まあまあまあ、あーまあまあまあ、出て瞬間やられたけど、出落ち食らってるけど。それかーい！はっこ！なんでよ。アンラがまだ耐久余裕あると見て、一回攻めに行きたいです。あー、誰も入んないか。いや、できればね、ちょっといいとこ見せたい補正、来たい。あ、元気になってる。いい、ちょっと、今日はなんかそっちのアンラが結構なんか、うん、いやー、大回転切りがいい。二段切りはあんま出ない。あんま出ない。敵が一体の時に使った方がいいんだけど、あー、待って、結構アンラやばいな。戦士アンラやばいな。それやばいね。あー。まあ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 。いいでしょう。次の、キュアオールで回復できる分大丈夫でしょう。と言っても、ロアが多分バナナ食うのが目に見えてるんですけどね、この HP ラインは。この HP ラインのロアバナナ食うよね。俺が回復するのに。よほどのことがないけど、次回復できるんでね。回復しまーす。ギガキュアオール。さあ。よし、いいよ。科学者、今日は賢いな。今日の科学者は。いい。挟み撃ちでだいぶ出る。ジョーカー！いや、まだか。まあでも、なんだかんだね、このメンツも、リリア様今回は、あえて抜けてる状態なんですけど、まあ、それでも結構強いパーティーにはなるんで、問題ないと思います。スタメンが6人ぐらいいるんでね。エリちゃんとか、ロアが増えたことにより、スタメンが6人になってるんでね。つまりどういうことかっていうと、今までいたのにスタメンに入っていないは一体どういうことなのかと私は問いたくなります。まあ育てのひいきってやつですかね。 HP 見て。あー、まだ大丈夫か。危ないと思ったら誰か一人下げた方がいいね。ここで下げよっか。一人デッドライン誰？アンラ。あ、闇に落とす。衝撃が飛んだ。バナナ食うんだそこ。バナナ回復は60に増えたけど、ビビタルさんみたいなもんになってますね。アンラを悪夢。あー、ぐっちゃぐちゃになったの。ぐっちゃぐちゃやな。君たちがそうやってバナナを食おうとしてるからぐっちゃぐちゃやんねん。回復する僧侶のことを信頼されてないっちゅうのかな。悲しいな。
僧侶が信頼されていません。僧侶の悩みどころはこういうところかな。でも僧侶を NPC にするともっと悩むことになるんでね、これでいいと思います。お、いいね、1体倒したよ。邪魔者消したよ。もうこうなったらね、あとはもう消化ですよ。この調子でふりかけも使わずパッと行きたいところ。あー、バーチャルマスクも使えない。てかさっきからさ、あんなバーチャルマスクも使わないと意味ないんだって。君、科学者がいる理由はそこなんだから。いっちゃっ、コウモリトネード、ようやく攻めたか。ロアス、今まで攻めたかみたいなところになったからな。まあ普通に叩きましょう。で、自分を頃合いを見て安全地帯に避けたいところ。マガン切り、いやー強い強い。戦士はマガン切りになると強いんだけどね。ロア悪夢、寝た、間に合った。危ない危ない、本当にギリギリだった今タイミング。機上攻撃チャンスですね。機上攻撃いきましょう。いくよー、せーの、よいしょ。542出んのか、あんなってお前も騎乗攻撃か。ちょっとハヤブサ丸が張り切っております。ハヤブサ丸張り切っております。だいぶ出んな。あんなかったですけ？マガギリ！すごいなぁ、あんな。ここ、悪夢。なぁ、バーチャルマスク全然発動しねえよ、こいつら。せっかく状態異常防止のために設置して。ちょっと待って、ハヤブサ丸、ちょっと待って待って、ハヤブサ丸、ハヤブサ丸、張り切ってる、張り切ってる。ハヤブサ丸が張り切ってる。ハヤブサ丸の確率が高い。終わりやん。じゃあ終わらせまーす。はい。サニング。よし。6番街もこんなもんっすね。